どうも、整体サロン朝日の富士さんです。本日の動画は五行論をテーマにあなたにお届けしたいと思います。ぜひ最後まで動画をご覧ください。始める前になぜ五行論を学ぶといいのかを解説していきたいと思います。それではレッツゴー。さあ行くぞ。五行論は自分の体を知る上でかなりいいツールになります。五行論は古代中国の思想で、この世のあらゆるものは木火土金水の5つのどれかに当てはめることができるという考え方です。これらの5つの要素は相互に抑制し合ったり助け合ったりする運動法則があると考えられています。この木火土金水には次のような特徴があります。木は草木が芽を出し万物が生じる。火は火が燃えている様子。土は万物を育てる母なる大地を意味します。金は金属の鋭さや硬さを意味しています。水は地の中にあって万物を生み出す源となります。簡単な五行のイメージはこんな感じで捉えてください。季節や方角、自然現象、味、臓腑などで5つの要素は分類されています。詳しくは今後各要素の特徴などを動画にまとめていきます。今回は五行のイメージと互いに抑制し合う相克の関係と互いを助け合う創生の関係を解説していきます。まずは互いに助け合う創生の関係から解説します。木は木と木の摩擦や木が燃えることで火が生じて、木がたくさん増えることで火の勢いは増します。火は木が火になって燃え尽きれば灰となり土になります。土は人は土の中から金属を得ます。金は金属の鉱脈があるところから常に水が流れ出ていて、また金属は湿度によって水を生み出すことができます。水は地中の水によって木の養分などが養われる。創生の関係はお互いを助け合って成り立っているのがわかると思います。これがぐるぐる回っていれば特に問題はなく、体も元気だと思います。しかし人間生まれてからどこかに弱点を持っています。そうなるとそこのエネルギーがうまく次に流れていかないのがイメージできると思います。そこで相克の関係でお互いを抑制し合う必要も出てきます。では相克の関係を説明していきます。木は土の中に根を張り、土の養分を吸収して成長します。土は水を吸い取り、また土の堤防により水の流れを支配できます。水は火を弱める力を持ちます。火の作り出す高温で金属を溶かしてその形をコントロールすることができます。金の金属でできた斧やノコギリによってどんな木も切り倒されて形を変えることができます。そういう関係性で体が成り立っています。例えば金のエネルギーが強くなれば、火の力を借りて金属を溶かして水に流さないと全てのバランスをうまく取れないというようなイメージを持ってください。詳しくは今後五行のタイプ別の特徴で学んでいきましょう。今回お送りした五行論はいかがだったでしょうか。この動画が役に立ったと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画が面白かったと思った方はいいねや高評価の方もよろしくお願いします。ご感想は概要欄にお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。富士さんでした。